Google 日本語入力携帯配列12キーレイアウト。あえ長押し、Google 日本語入力設定、キーボードレイアウト、携帯配列。12キーレイアウトの入力スタイル、携帯プラスフリック入力。あえをタップするとアルファベット入力。12キーフリックでのアルファベット入力。あえをタップするとひらがな入力に戻る。地球儀マークは言語切り替えキー。クワーティ配列のアルファベット入力になる。言語切り替えキーを再度タップすると12キーに戻る。あえ長押し、Google 日本語入力設定、キーボードレイアウト、クワーティーモードをオン。あえをタップするとクワーティ配列のアルファベット入力になる。言語切り替えキーが不要なら、あえ長押し、Google 日本語入力設定、入力、言語切り替えキーを表示オフ。言語切り替えキー、地球儀マークの表示がなくなりました。あえの上、記号をタップすると点キーで数字入力。戻る、でひらがな入力に戻る。点キー数字入力で、下メニューから、数字、記号、顔文字、絵文字が選べます。顔文字はスライドして他の顔を選べる。上のメニューから顔の表情を選べる。
記号、では数字を横並びで入力。記号にも上のメニューがある。最近の記号、括弧、矢印、プラスマイナス、特殊記号、四角図形。全で全角で数字と記号を入力することができます。チャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。この画面の丸いアイコンをタップするとチャンネル登録できます。